校の授業で一番苦手なのは数学です。可愛らしい無邪気な笑顔が印象的な高野真由穂さん16歳。一見普通の女子高生ですが、力強いキックに高いジャンプ、安定した着地。エアロビックは1980年から日本に普及し始め、競技人口は全国で1000人ほど、そのうち県内では3分の1を占めています。エアロビックに出会ったのは3歳の時。内気な性格を母の穂高さんが心配し、演技を見せたのがきっかけで夢中になると、以来地道な努力を重ね、今年1月には16歳以下の全国大会で準優勝に輝きました。幼稚園のお遊戯会とかの時にステージに立つとすぐ泣いてしまって、写真がみんな泣いた顔でした。エアロビックに出会ってかなり性格って変わりました？はい、自分で前に何かを表現するっていうのが自然と好きになってました。全身の筋肉を生かした力強い演技、そしてつま先まで神経を張り巡らせる表現力が魅力です。ただ13年間通っているクラブの監督は、表現力も本当にだいぶ良くはなってきてるんですけど、とにかく硬い、もうちょっとリラックスして柔らかいイメージ、こう大人のイメージっていうのをこれから、はい、どんどん出していってもらいたいなと思います。大会では芸術点も評価に響き、顔や体の表現力も身につけることが必要です。空中でのバランス感覚を養うために週2回体幹トレーニングにも通っています。その真面目なストイックさは普段の生活にも隠れていました。素敵な綺麗なお部屋。筋肉がつきすぎちゃうと体が重くなってしまったりするので、お菓子とか余分な食べ物は食べないようにしています。周りの友達とかあと家族とかが食べてたりするといいなって思ったりするけど、でも自分の演技のために我慢して食べないです。エアロビック一筋の生活を続けている真由穂さん、彼女にはある挫折がありました。試合が終わって2日間ぐらいはちょっと落ち込んで学校に行けなくて、自分でこう塞ぎ込んじゃう感じがありました。実は準優勝に輝いた今年の全国大会、家族や友人はその活躍に沸きましたが、彼女自身はパフォーマンスに納得がいかず悔しさを感じていました。それでも日々頑張ってきたところとか注意したところがだーって書いてあるノートがあるんですけど、それを見返した時にやっぱりエアロビックが好きなんだっていうことと、もっと上手くなりたいっていうのが自分の芯にあるんだなっていうのに気づけて、泣き虫だった10歳の頃から書いてきたノートが今背中を押してくれています。本気で目指してるからこそ楽しいことだけじゃないし、辛いこととか悲しいこともたくさんあるけど、逆にそれがバネになってまた頑張ろうって思える、それがエアロビックから学んだなっていうふうに思います。内気な性格でしたが、エアロビックに出会って前向きな性格に変わった真由穂さん、今ではパフォーマンスに悔しさを感じるまでになりました。今後も自分を成長させてくれたエアロビックとともに、より大きな世界へと羽ばたきます。